本日は3月26日ワンチャンピオンシップにて行われた青木真也 vs 秋山義弘にて2ラウンド逆転での TKO 負けを喫した青木真也選手が対戦が行われたシンガポールから日本へ帰国後、気になる発言をしているのでそちらについてまとめていきます。青木真也選手は2008年9月ドリームシックスにてドットムーア選手を相手に1ラウンド裸締めにより一本勝利を飾り、試合直後リングにて僕の前に試合をしていた秋山マイケルジャクソン義弘先輩、僕と一緒に大晦日ネバーランドでワオワオしませんかと自身のことを韓国ではマイケルジャクソンに匹敵するほどの人気があると発言をしていた秋山義弘選手に対して挑発を交えた宣戦布告を行い物議を醸しておりました。その後両者は別々の団体で活躍し対戦は実現しないものの、2019年6月秋山義弘選手がワンチャンピオンシップへ移籍し、両者は約10年ぶりに同じ団体に所属することに。遺恨の残る相手と再び同団体所属となった青木真也選手は2021年10月ワンチャンピオンシップにて行われたグラップリングマッチでの試合後、解説席にいた秋山義弘選手に対して、なんで俺のオファー断ったんだよ、なんとか言えこの虚構野郎と突如秋山義弘選手に対してパフォーマンスとも取れる激高を行い、再び格闘技ファンの中で両者の因縁が復活することとなりました。そんな両者は2022年3月青木真也選手の宣戦布告から約14年の時を経てワンチャンピオンシップにて対戦が実現することとなり、この両者の対戦は大きな話題を生み、 MMA では史上初の試みとなるアベマペーパービューでの有料放送となりました。そんなキャリアでも最重視とされる一戦に臨んだ青木真也選手は1ラウンド得意の組みつきからスタンディングバックの体勢をキープし、バックチョークを狙うも体格差に勝る秋山義弘選手にしのがれ、2ラウンド得意のタックルを切られ、パウンド連打による逆転での TKO 負けを喫しております。キャリア最重視ともされた一戦に敗れた青木真也選手は試合2日後の3月28日夜ツイッターにて、帰国しました、雑談相手募集中とツイートし、いつもの青木節は封印し、 SNS にて雑談相手を募集するまさかの展開を見せております。この青木真也選手のまさかのツイートに対してファンの中では、試合お疲れ様でした、青木選手が自分の人生に対して悔しがる姿、人間の儚さという残酷であり味のあるものを教えてくれました、どんなに努力しても成し得ないこと、それを突きつけられても生きていかなきゃいけない現実、その繰り返しこそが生きるということなのだと学ばせていただきました。結果は悔しいですが、この物語を作っていたのは青木選手です。応援している選手が負けてほしくない相手に負けてしまった時のこのやるせない気持ちは辛いですが、それも含め心に深く刻まれた試合でした。素晴らしい仕事をしてくださりありがとうございました。お疲れ様でした。主演男優賞は持っていかれましたが、個人的には助演監督脚本の3冠だと思っています。この試合は間違いなく青木真也が作り上げた素晴らしい作品です。那須川天心とは違ってそれに勝るとも劣らない魅力があります。また新しい物語を楽しみにしていますなど、戦いには敗れてしまったものの、他の格闘家では作ることの成し得ない青木真也という芸術作品に対して感謝や魅力を述べるコメントが多く寄せられております。注目の集まる青木真也選手の今後の去就はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。